古来よりこの世の影に潜み、人に見つからぬよう人と関わり合って生きる存在、獣。お前は血を持たぬ鬼、クーラーと人の間に生まれた寛容の子だ。オカルト専門の探偵みたいなもんだけど、ここへは調査で来てるんだよね。犬神さんは獣のことなら何でもする探偵なんですよね。ようこそ犬神探偵事務所へ。お前いくつ？俺14。僕アキラ、よろしくね。私の残りが嗅いでいいよ。稲荷様が呼んでいる。やればできるではないか。嗅ぎ回ってるんです、君のこと。指揮がうまく投げてくれればできる。言っとくか、俺はあれだぜ、現実見てて冷静なだけだからな。アキラ、男の子だから。稲荷様を侮辱するな。親に会いたいか。犬神さんのところで働けば俺は両親に会えますか。獣事変、2021年1月、テレビアニメ放送。